はい、シアルディです。こんにちは。はい、こんにちは。佐々木圭介です。はい、佐々木くん、前回に、引き続いてですね、出てもらってます。すみません。ということで、お邪魔します。いやいやいや、はい、もうね、結構先からしてるからね、お邪魔はね。あ、ほんすか？うん。まあ、邪魔ではないよ。見てほしいからね。そこ広げたら、もう、いろいろ話もな、あれですけど。もう行こうか、次。そうですね。はい。はい、ということで、今日はね、はい、ちょっとまあ、2本立てということで、さっきちょっとまあ、ヒップホップと、あと芸人、ラッパーと芸人についてということで、話してしまいましたが、楽しかったです。今回の話は、逆境というかね、まあ、ディスについてということで、あ、はい、うん、ラッパーも芸人も結構、まあ、その賛否両論がねあったりとかするのが、そうですね、ベーシックですが、はい、それについて、まあ、どのように立ち向かっていってるかとか行くかみたいな話とかっていうのをちょっとしてみようと思います。あ、はい、あ、ちょっと結構真剣な感じですね。今日は結構、今日というか今回は結構真剣な感じ、まあ、前回も別に真剣じゃないことはないけど、まあまあまあ、今回は結構シリアスなテーマとか、よりね。そうですね。うん、っていうので、してみましょう。ちょっと緊張しています。そうなん、はい。まあ、なかなかこういう話を、やおうてたっていうことはないので。ああ、そうやね、確かにね。はい。うん、ちょっと、あ、そうですか。はいはい。ちょっと僕も自分で考えて喋らせてもらいます。はい。まあ、そうか、今回このテーマか。はい。うん、はい、まあ、だって、結構さ、まあ、芸人さんってさ、割とさ、はい、よくさ、まあ、賛否両論というか、面白くないって言われることがあったりするやん。絶対なんか面白いもんっていう風に見られるから、はい、面白くないって言われたりするやん。あ、そうですね。うん。だからそういうのって経験って絶対どの芸人さんも絶対あるわけやんか。まあありますね。売れてはる人からそうでない人から幅広いですけど、うん、まあ、それこそラッパーさんもそうですけど、うん、そうそう、なんかあの曲がいい悪いっていうのは絶対ジャッジとしてある、うん、でもラッパーの場合はなんていうかな、良くないって言われることっていうのは芸人さんに比べると少ないかもしれない。まあ、なんでかっていうと、要は芸術の世界やん。要は俺のやってる世界っていうのはさ、言うたらアーティストっていう、はい、壁とかそういうあれがあるやんか。なんかよく芸人さんがアーティストのことを言うのは、そのアーティストの人は、まあ、黙ってても絵になるからいいなみたいな話とかってよく言うやんか。お、うん、で芸人さんは喋って笑かさなあかんっていう使命があるみたいなさ、そういうのあるやんか。言うたらアーティストって基本的にシュールやと思うね、芸人さんから言うと。要はその自分が好きなことをやって、好きな表現を音楽でして、それをどう受け止めるかあなた次第ですよっていう世界やんか。だけど芸人さんとかって多分あなた次第ですよじゃなくて笑かさなあかんねん。言うたら100点取りに行かなあかん世界やんか。点数を多く取りに行かなあかん世界とか。だからそういう部分ではちょっと違いはあるんかなと思うんやけど、一郎でさえ、うん、ね、野球選手の一郎、まあ、一郎選手でさえ、うん、バッとされると、うん、ディスられるんだ、うん、って考えたら俺みたいな人もディスられるよねとか、うん、なんか気持ちの切り替えとかは、うん、まあ、その辺からだったんですけど、なんか僕以外で面白くないと言われたら、うんうん、でもやっぱ YouTube ってバットのボタンがあるしコメント書けるじゃないですか、うん、まあ好きなように書いたいんじゃないって、うん、例えば俺ら居酒屋行くやんか、はい、居酒屋行った時に、まあ、メニューが、まあ、まずいとすると、はい、そしたら俺らまずいっていうふうに普通に言うやんか、うん、それ言うと思うんやけど、だけどなんか多分その毎日お客さん、いろんなたくさんのお客さんを相手してるなんて飯屋からすると、多分そのまずいってお客さんもいるやろうねっていうぐらいの軽い気持ちやと思うやんか。あ、こいこいこいって僕は思うんですよ。あ、だってそのバット押した人のために、うんうん、お前が押したバットを覆し、指折って、うん、無理やり上にしたのかぐらいの感じ。たまにその辺で、うん、なんで田舎もまでなんですよね、うん。まあでもそれはもう悔しいとか、まあそこに対して俺をやったるぞという覚悟はあるんですけど、ずっと俺も笑わすか、待っとるよ、うん。両方あるわけね、そのだからこのクソって思う感情もあれば、まあそれに対して、まあ笑かすから見とってくれよっていうふうに思う感情もあるということだね。そうです。でも、うん、バット押さんといてっていう気持ちが一応やめてってまあね、それは確かにね、やめてよ、気持ちいいもんじゃないから確かにそれあるけど、一回話そうね、うん、まあなんかあれってさ、結局そのなんか自分に対してさ、自分を知ってる人が多ければ多いほどやっぱりさ、まあグッド押される確率多いわけや。そうですね、まあ、俺の YouTube でも結構そう言うたらグッドの数の方がやっぱり圧倒的に多いんよ。これなんでかって言うと、やっぱり俺のことを知ってて、なんか俺のことを元からね、その知ってる人とかがやっぱり多いかなと思うよ。なんか元から知ってない人のところにまだ俺が出てないっていう風にも見れるわけですよ。ああ、まあそうですね、うん、だからもうすごい大きいね、ところに出た時に他のクオリティのむちゃくちゃ高い人と並べられた時に、俺もすげえバッドつく可能性あるって思ってるの俺は、うん、でもそれはなんかバッドつく時にさ、
あのほんまに自分が心血注いでもうほんまにこれも 100% 誰も文句言わせねえっていうものを作った時に来るバッドとちょっと思い当たる時あるやん。なんかさ、あのこれはちょっとそんな受けへんかなって思った時のなんかバッドってなんかちょっと違う種類がな、なんか多分自分がこれ自信めっちゃあんねん、これめちゃくちゃ好きやねんって思ったやつでついたバッドってめっちゃへこむんやけど、なんかそうじゃないかなって思ったあのものに関してついたバッドってあ、そうやなってなんでな、なんかあのこれって良くないこともしない、正直な。いやでもそれは分かりますよ。あれやろ、なんかそれはなんか自分もちょっと甘えてたかなとかっていう風に思ったりするしっていう、そういう気持ちのなんかあれはあるし、まあ、ただね、ただね、あの、まあ、最近ももちろんそれ分かっててやってると思うんだけど、あの、なんて、ある程度の打たれ強さないと表舞台に立たれへんやん、正直。そうですね、うん、もう出てもったらもう。そう、あとはもうね、あの、その人次第の評価やから。ね、前も言ったけどさ、ラーメン屋行ってさ、俺だって美味しい美味しくないって思う時あるやんか。で食べログの評価いっぱいつくやん。でも食べログの評価3終わったから店閉めようっていうラーメン屋ないやんか。そうなんですね。うん、いや、それだったら3超えるしろよって話だよ。うん、そうそうそう。そうせんとあかんなっていうのはもう店の努力や。うん、だからなんか、そこの部分に関して、なんかアーティストとか芸人もやっぱりあるんかなと、やっぱりそういう風な気持ちで思ってなかんのかなと、毎日やっぱり見られるってことは、まあ、あのね、これはその YouTube 無料で見られるけど、でもまあ、あのラーメン屋として考えたら、あのこの1個の YouTube を見てくれてるってことは、いっぱいのラーメン食べてもらってるの一緒なんです。最悪、まあ、最低700円は払ってるんですもんね。そうそうそう、あれはね、ちょっと単価違うかもしれないけど、うん、まあでもね、あのしかもあの店に切ってないやん、YouTube の場合は。まあ、通信料かかる人がかかるかもしれないけど、ほぼかからないやん、こんなんさ。だから、それを見に来てる人いると。ただ、俺たちにとっては商売なわけやん、これがさ。ね、って考えると、やっぱり、その、なんていうの、一回見てきてくれる、見てくれる人っていうのは、一回僕らのラーメンを食べたというふうに考えて、その時にうまかったか、まずかったかの評価やと思ったら、まあ、食べログ見てたらさ、絶対ラーメン屋なんかさ、もうグッドばっかりで、ゴーのやつおれへんわけやん。ないですね、うん、結局5ばっかりのグッドばっかりの5は気持ち悪いですよ。そうやろ、なんかちょっとあるんかなって思っちゃうやんか、うん、だからあの正当評価されてるっていうのは実はバッドがちょっとでもついてる方がされてるっぽい感じするんだ。だってブルーノ・マーズだってされてるし、まあ、気まぐれクックだってされてるし、ヒガキンだってされてるし、急にやブルーノ・マーズは中地君の口から聞いてうんと思って、ね、気まぐれクック言います、まあ、だってあれやん、 YouTube 見てる人やから普段 YouTube 他のも見てはるやんか、まあ、魚さばいて金儲けたやろそうですね。そうそうそう、まあ、やこれはネットで載ってますけど僕は遊戯王のカードはおりません、魚さばいて金稼いでます、潔すぎないのと思ってそう、なんかまあああいうね、あの魚からしたバットっすよね、なんかさばかれてんなおいみたいな、まあまあまあ、そうもあるやん。まあ、そういうね、まあ一例取ったらそういうのもあるやん。で、あの、芸人さんでもね、例えば、まあ、ジャルジャルさんとかね、はい、もうそうやし、まあ、俺好きの末広がりさんも、はい、YouTube やってあるやん。でも、全部がグッドじゃない、あの人らのさ、絶対バッドつくわけやんか。で、もう俺らがめちゃくちゃ、あの、この人がやばいと思ってる人なんて絶対つくんよ。だからそれ考えたらやっぱりまあなんかあの一個一個のそういうのになんかへこみすぎんのはあかんかなと思うねんけど、身に加算すぎんのもあかんかなと思う。そうですね、あの辺で言うたらね、うん、なんか僕とかやったら、まあ、僕とかっていうよりは、うん、やっぱりさっき言ったその僕の主人公が一郎でも、うん、あえてねパワー目線で一郎でも、うん、おいあしゃれやじられるね。で、うん、あるじゃないですか、まあ、で一郎選手が、あなんか質問に答えるっていう動画が一番上がってるんです、うん、あの保険屋さんの、はいはい、あるというかね、そうです、ね、あれでバッと断骨してるんですよ、うんうん、言ったことめちゃくちゃいいこと言ってるんですよ、うん、でもやっぱそうっていうことは、まあ、聞くと言ったらバットボタンがあれば、うん、押すじゃないですか、うん、やっぱり 100っていうのはないからね、その時の機嫌にもよられるし、まあ単純にその成功してる人が憎いみたいな、うん、なんか歪んだ感情の人もいるかもしれないし、だからまあ100点取るっていうのはなかなか難しいね、やっぱりあの世の中でさ。だからそこに関してはもうなんかあの100点取られへんかったってことに躍起になっても仕方ない、仕方ない、もう100ないやもんだって。100はないっすね、うん、バッド押す人とかあとコメント来る時とかあんねや、もう全然なんかディスコメントね、ほんまに、うん、うん、多分ねお互いあると思うけど、あります、あります。そういうのに対してあんまり何とも思わんというか、まあへこむのはへこむよ、うわ言われたこんなんって思うよ、正直な思うけど、なんかそこに対してなんかそんな執着があんまないな俺。だそれは多分性格の違いだと思うけど、あ僕はもうイライラしてますね。あなんかあのへこむことはあるけど、でもあのなんて大枠で言うと応援してくれてる人の方が多いと思うと、まあ俺の評価が70点であるんであれば、なんか
あの失った30点に関して執着して何かを持って100点を目指すよりは今の70点っていうことを喜ぶんだ方がええかなみたいな感じのそういう気持ちがあるんだよね。でも多分ほんまに伸びるんってこの30点に執着した人だと思うね。100点が欲しいんですよ、うん、僕は本当に人生で、うん、まあ、ちょっと真面目な話をすると、うん、1番取ったこと1回もないんですよ、うん、マジで、うん、100点取ったこと1回もなくて、うんうん、だからバッとつけてる人は僕からするとガソリンなんですよね、うん、僕がヒーだから彼だったらガソリン、うん、まあ、彼だったら力のガソリンなんで、うん、ああそういう考え方でね。そうですね、燃料になってると。まあ、考え方はいろいろそれぞれ俺とね佐々木君の間でもいろいろあるし、多分見てる人の間でもねいろいろ多分自分に対する批判とか来た時、まあ矢面立つ職業じゃない人もいろいろいるかもしれないけど、 そうですね、それでも多分その普通職業ね、あの会社員やってはっても上司から言われたりお客さんから言われたりもあるやんか。その中でどういうふうに自分のそのねディスられたことを生かしていくかとかどう思うかというところはいろいろね思わはる部分もあるかなと思うんでね。まあ、今日はちょっとね、その、まあ、芸人とラッパーということで、俺らだけの話やから、そうですね、もね全員がそうでもないけど、なんかちょっとね、こういった、身近なところでのね、異業種というかね、似たようで異業種という、ところのね、話ができて、ちょっと良かったなと思います。まあ、今後もね、僕もそうですし、彼もね、佐々木くんも、どん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 、ね、活動もしていくので、はい、またチェックしていただけたと思うので、概要欄の方に、佐々木くんの、YouTube のチャンネル、ありますんでそちらの方チェックしていただいて今後の動きとかね、見ていただけたらと思いますんでよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ということで、今回まあ2日というかね、2回にわたって、長丁場でちょっとお付き合いいただいたんですけども、はい、もう空もね明るくなってきてしまったぐらいの。そうですね、なんか撮影会社真っ暗やったんですけど、うんうん、まあ、まあまあこういう日もあるということでね、はい、うん、まあまた来てください。あ、もちろん、もちろんです、はい、久しぶりに来て、なんかやっぱりスニーカーの数が多すぎてちょっとびっくりした。まあ面白かった回なんでね、また次回ね、はい、改めて、まあお互いに何かね、進捗があったらその際にはやりたいなと思いますので、ね、ぜひチェックしていただけたらと思います。お願いします。はい、今日が神回と思った人はグッド、神じゃないと悪魔やと思った人はまだと思いますので最後に怖いな、とチャンネル登録、あと、佐々木君のチャンネルの方もぜひ、訪問してチャンネル登録して、追い続けていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。今日の中ちょっとありがとうございました。さよなら。